相手にほとんど何もさせてないんだけど完封してしまってんだよ。おい、行くぜ必殺ロードクラッシュ、ワン、ツー、スリー、え、え、よいしょよいしょ会心でよった。6戦目です。さあ、ここから後半戦。敵の強さもね、侮れないレベルになってくる。ドラゴンキラー持ってるねー。ああ、そうだったな。こいつは、アームライオンに穴があるから大丈夫だ。でもまあ、勝てる勝てる。まあ、炎に強い連中なんで、メラミンは効かないっすね。アームライオン、コングヘッド、ともども。炎に強い連中なんで。まあ、なんで、物理で攻めていくことになるんですけど、まあ、大丈夫だと思いたい。数ターンキルは無理にしろ、こっからは。それでもよ。お、早いね、さすが武闘家。流滅剣か。食らった。まあ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 、まあ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 、いいでしょう。その代わり、こっちも与えさせてもらうぜ。強烈な蹄で。よし、ロテを動かして、行くぞ。アームライオン避けない。早々アームライオンを避けるモンスターじゃねえ。だからそこを狙っていけば、かなりの打点がね、期待できますよ。はい、オッケー !352! 強い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 。いやー、アームライオン入れてんのは間違いだわ。ういオッケーアームライオンはね、穴があるから体勢に。火炎の息か。まあまあ、そんな大した技じゃないから大丈夫だろう。まあ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 、59に抑えてんの偉いな。エビーブリスト炎に硬いね。本当に。まあ全体攻撃の打撃技、アークスショック。まあそれもそんなに問題ではない。大丈夫大丈夫。で、邪悪な本性行こう。行くぞ武闘派スメニアドルいざはいはいおい結構効くな。ここはもう、あ、でもつばぜでもよかったな。ここはつばぜでもよかったな。スペシャルカード使ってきた。何使ってくんの。あ、おっと、これはあなんということか。お前ら情けねえ。おい、情けないにもほどってもんがあるぞ。ククーの私全員寝るってそんなのことある？そんなことはある？ククールの眼差しで全員寝たんだけど。そんなこと、そんなバカなことある？おい、マジか。マジで言ってんのか、それ。100条件、避けろ！避けないね。せっかくの回避率が生かされていない。全然。さあ、戸惑い攻撃入りました。いきます。はいつばぜり合い仕掛けるか。これ、ちょっとやばいな。つばぜり合い負けると絶望やな。オッケー十分、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 十分。いい、いい、いい、いいゲージだ。いいゲージだ。よし、オッケー相手のオーブが空になったー。これでかいね。一旦動けなかった分のね、オーブは開始できたね。オッケー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 。あとはね、ゆっくり詰めていけばいい。勝てる勝てる。大丈夫。大丈夫。勝てる。邪悪な本性ね。これアームライオンに当てたらもう内定みたいなもんだからな。主人公に行った。よく当てたね。よく当てたね。オッケー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 。さすがによ。次、ネビュラで終わりっすね。というか。相手ドラゴンシールドなんで、ネビュラで防げません。オッケー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 。HP を減らせば減らすほどね、苦しみがね、苦しむだけだ。やめておけ。無駄なあがきだ。いいねじゃあ、終わらせましょうか。グランドネビュラで。なかなか骨のある相手だったぜ。ちょっとヒヤッとしたぜ。でも、見分けの眼差し全員かかるってどうなんやってんのよ、ちょっと。お前もうちょっと男の体勢つけてきな。
7戦目。敵が強力になるのがこの7戦目からです。なぜかというと、こういうことでした。もう、いやー、もう、やだー。一発やだもん、もうすぐに。めっちゃ一発やじゃん。もう全員が全員痛恨の時期を放ってる可能性がある。一発やチームです。もう、これはダイヤも視野に遺伝と一見やつだな。あ、メラミでよかったか。ボストロールで言うからメラミでよかったわ。てか、やったな。まあ、一旦目スーパーハイテンションをこいつはよく使ってくるんで、多分今回もそうだと思いますけど、うん、やっぱりね。まあ、痛恨事故は怖いのよ。まあ、スーパーハイテンションはね、痛恨が出なくなるんで、逆にいいんですけど、このターンは。2ターン目からがね、怖いね。OK!367! これを2回与えると考えると恐怖だよ。はい !OK! 痛恨、まあ、言っちゃえば、向こうの痛恨ダメージより、こっちが上回れればいい話だからな。地下面倒うわ、いた普通に地区、普通、あー、そうか、それがあったな。地殻変動が普通に当たるのって割と珍しいよな、こうしてみると。通行の時期が当たっていく。痛いね。いや、地殻変動当たっちゃったか。あー、それは OK、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 OK。貯めるは OK。効果が出ない、効果が出ない。それは効果出ないよ。大丈夫、こっちはまだ SP 残ってる。お、よくあったね。よいしょ、 OK! 会心かよ。よく出たな、会心。よく出したな、お前、会心を。よし、任せろ。よっしゃ、オッケー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 、競り勝ったよ。よし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 。いやー、ここ怖いね。さあ、どうどうや、どうや、やめてやめて、おーい。もうこの2体をね、悩まされるから今から。これはライアンも視野に入れていいと思うんだよな、ぶっちゃけ。言い過ぎじゃないわ。打撃しかないんで、向こうが。で、貯める今したから、貯めるぐらいの地殻変動なんて食らったら、とんでもなくなっちゃうんですよ、ダメージが。よいしょ !OK! ライアン使うか?ライアン使おうか。よし!安全に行こう。お、呪文に良くなったね。向こうはね、まあ、攻撃に全振りなおかげでね。おかげでね。おかげでね。その分、防御もが低いからね。ちょっと待って。ヤンガスじゃねえか。どうした?おー、ライアンどっか行った。だって選択しやすいんだもん。まあまあ、このターンね。もう何も恐れることはないんで。ブレイクオールもね、通行の時期もなぎ払うもね。そんな余計いらないんだわ。まあ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 。このターン、ノーダメージでほとんど抑えられる。OK!431! いいダメージだ。お、なんだったらこのターンで終わらせちゃうか?行くぞ!雨かける竜の元気 !203! 渋い!さあ、決まるか?雨かける竜の元気に、うおこっちがご利用したか。来ましたよ、8戦目。ゲームセンター10連勝を語る上で、絶対に外せないグッサンが来ました。やーだー、もうこいつ。来たよー、グッサン。最強のパーティー同士がぶつかり合う。そうだね。強いモンスターたちがぶつかり合ってるね、完全に。いや、どうだろう。あ、間違えた。ジャグラー本性に押しちゃった。やべ。
鉄球魔人にメラミが通るから、メラミを撃っていきたいね。まあそんなこと言いながらジャグラン本性押しちゃったんだけど。OK! だいぶ出る。当てればね、307出るのはでかいな。さあ、誰に行く？ギズモ！ダメ！危ないよ！よくよく、よ、まあ、まあ、当てただけで偉い。当てただけで偉い。来たよ、フールストライク。フールストライクね。まあ、グッサンの怖いとこはね、そこじゃないんですよ。こいつ使ってくれる SP ですよ。グッサンが使ってくれる SP が問題だから、ゲームセンターの、この10連勝には欠かせない存在になっちゃってるんですよね。欠かせない存在ってなんだよ。できれば回避したい存在だわ。できればね、回避したい存在だわ。ジャグラン本性、おいしょー、オッケー、いいよー、いいね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 。そこにメラミをぶち込んでいくってわけよ。呪文に弱くしたところで、メラミをぶち込んでいくわけですよ。ほい、いいねー、順調。ここまでは順調だね、かなり。流れは掴んでる。まあ、アイアンスローね。ガードが、ナイス、ナイスガード。よし、行きましょう。つまずりします。よっしゃ、オッケー！まあ、黄色のマックス止めればほとんどのね、負けることはない。あー、まだ使ってこない、クソ！2ターン目に使ってくる読みだったんだけどな。こうなると3ターン目に使ってくるな、グリンガムを。何が怖いって、グリンガム使ってくるってことなんだよ、こいつが。もう言っちゃいますけど。あと、ジャグラン本性が、行くぜジャグラン本性よくそっちに行くな。あ、でも、言うてでもさ、これメラミに次打ってくれればさ、いけんじゃねえか、そのまま。グッサンの怖いとこはね、グリンガムの鞭というね、最強の SP を打ってくるってことですよ。ただ、つばぜには勝ったんで、結構安定してる。グッサン攻略なるか。いけ！メラミ！ほい！ 190!500! あ、いや、これね、ギガデインでいけるわ。来たー！撃ってきたー！撃ってきたぞ！来たー！やっぱり来た！やっぱり出てきたな、グリンガム。だが、もう遅いんじゃないか、それは。私はギガデインを選択したんだ。終わりだ。そんなことさせてたまるか。おらー、よっしゃ。力押し。9戦目です。9戦目はですね、ここも欠かせませんね。そうです。ナイトリッチです。ナイトリッチかー。まあ、そうだな。出てくるわな。さあ、再び最強がぶつかり合う。向こうにはナイトリッチ。そして今、ね、ドラゴン系であるバトルレックスがいますね。あー、どうだろうな。メラミはぶち込んでいきたいね、バトルマスターに。バトルマスターに向かってメラミをぶち込んでいく戦法は間違ってないと思う。何が怖いかって、やっぱ、耐久力が2800あるから、ちゃんと。ちゃんとしっかり硬いってことだよね。さあ、雨かける竜の剣技。そう、ナイトリッチに行くのはいい。ナイトリッチでいい。ナイトリッチでいい。避けないし、そんなに。十分、十分。OK。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。この中だと確かにナイトリッチが一番柔らかくなるのかな。さあ、メラミは主人公に打ってほしいところですね。神秘の鎧なんて来てる。はい！ OK！ 十分！ 300 出てんなら十分だ。いいよ。さすが、Wi-Fi で流行ったパーティーだぜ。手放しで強え。チームっていろいろあるじゃないですか。ただ、本人が使い切れないと、なんか、スペックを発揮できないっていうチームもありながら、これは手放しで使える。マジで手放しで使えてしまう。強すぎる。あ、食らったか。いやー、ガードする確率と受ける確率も結構あるんだけどね。さあ、逃げ決め？食らったか。通行も食らったか。いやー、いい勝負だな。いい勝負だな。つばぜり合いを制する者がこの勝負を制すると言っても過言ではない。運は向こうに向いてるからちょっときついね。よし、OK!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  とどめ事項はなくなった。
よしよし、とどめ事項はなくなったぞ。あとはうまいこと削りレースに、削りのレースに勝てるかどうかだね。確かこの総兵ってやつはね、3ターン目に天使の歌を打ってくるっていうね、ちょっと変わった戦法を取ってくるんですよね。だから、あー、会心出したか。もうワンチャン天使の歌の圏内乗るな、それは。3ターン目に天使の歌を使ってくるっていうね、ちょっと変わった戦法を取ります。このチームを3ターンで落とすのって割と難しいんだけどね。食らったねー。まだ耐えれるか。まだ耐えれる。で、お、使わなかったね。ほら、使わないんだ。あれ？このターンに使ってくると思ってたんだけど。ま、択だからね。確定そうじゃないからね。ほう。じゃあこのターンに仕留めちゃってもいいかもよ。頼むぞ、二人とも。お互い絡め手はほとんどないから、力と力のぶつかり合いってわけよ。行くぞ！はい！オッケー！あと200人、あと200人を削ればいいだけだ。あとはエビルプリスト、お前が動くだけだ、多分。避けないね。さあ、エビルプリスト！メラミ！さあ、ちゃんと打てるか、ちゃんと行った方がいいよ。はい！よいしょ！オッケー！最後、ナイトリッチなんかに当てやがって。いよいよ10戦目。果たしてどんな相手が待ち構えているのか。あー、賢者か、違法意味とかのね。オーケーオーケーオーケー。よし、いい戦いになりそうだ。楽しいバトルにしようぜ。さあ、ラストバトルです。火力には自信のあるね、ジャミプリ VS、違法意味なのでね、粘り勝ちもできてしまうというね、賢者チーム。これは、マサ選択悩むなぁ。メラミンは打ちづらいしなぁ。さあ、ジャミのロデオクラッシュが、アークデーモンに行ってほしいんだけど、主人公に行くかな？誰に行く？主人公かぁ！オーケー！回心出した！それ、偉すぎる。ロデオクラッシュの高い回避心率を生かしていくのはね、偉い。イオとホイミでイホイミ。さあ、違法意味がどんぐらいだ？まあ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 。主人公の攻撃としては弱めだね。できればね、イバラドラゴンとアークデーモン狙ってほしいんだよな。主人公狙っちゃうんだよな、でも主人公狙っちゃうんだよな。そうだな。このメンツの中だと、避けられるな、これは。串刺し来たね。お、いいね！スルッと受けたね。ぬるっと受けたね。ぬるっと。いいね。邪悪な本性を、剥き出しに、アークデモン、オッケー！十分、十分。それでいい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 。お前はそれでいい。さあ、イバラドラゴン。こいつも厄介だぞ。敵に回すと厄介っていうタイプの一体だな。自分で使うとそこまででもないけど。よし、行きましょう。それで、ここ勝ったら、でかいよ。ここ勝たないとちょっとね、焦りが生まれちゃうからね、自分に。セリフ出てしまった！焦る！やべ！焦った！やべ！やべ！焦りが生まれました！さあ、焦りが生まれました！やべえぞ！おい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 、グリーンが持ってきたぞ、こいつ！おいおいおい、なんか知らんけど、グリーンが持ってきたぞ！やばいぞ！完封される可能性もちょっと見えてきたな。いやでも、言うてでもグリンガム適正、グリンガム何にも息してねえじゃん。それグリンガム何も息してないわ。よかったー。よかった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 。ただ、焦りが生まれてしまいました、ここで。削り切らなきゃいけません。最強の証明とするには、削り切る必要がある。そうだね。削り切らないとダメか。賢者の回避率、賢者の回避、高い回避率、そしてね、ガードをね。あ、でも、これだったらさ、呪文で押してった方がよくない？呪文でいけないか？で、ドラギリでイバラドラゴンがおるから、ドラギリ使っていけないかな。
みなみにちょっと逃げていいんじゃない？みなみにちょっと逃げます。はい！オッケー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 。316出てるのは十分だ。違法意味、違法意味連打してるの十分には大丈夫。一番怖いのは吸収の杖使ってることかな。吸収の杖使われるとね、ぐだるからね。ここ大事よ。雨かける竜の剣技の打点大事よ。はい！よいしょ！避けられちゃった。くそ！ならばもう一回いけ！はい！よいしょ！またかよー！くそったれや、こいつらの回避率、ほんとに。どないなってんの？よけろ！こっちもよけろ！よし！これなら勇気は溜まってない、向こうの。これなら向こうの勇気は溜まってない。メミ！オッケー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 。大丈夫大丈夫大丈夫。勝てる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 。さあ、最強の正面をしましょうや。ドラギー。だって、溜まってるわけないじゃん。はい！うい、溜まってない。さすがにね。溜まってるわけはないと。避けられてもいたしね。このターンに仕留めましょう。さあ、決めるか、ジャミ。お、ミラミ、いい！さあ、終わるか、終わるのか、最強の証明は、もらったー決まったーやっぱり強かったかやっぱり強かったこのチームはやはり強かったいや、もう火力が高すぎんだよ、このチームは